新福島変電所手前の送電線は、福島第一原子力発電所より伸びる 275KV 台に多くません新福島変電所国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもと、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所からの特別高圧、送電線を接続し、首都圏に向け 500KV 送電線を接続している。 他、東北電力との系統連携も行っている。東京電力が、灌外発電所として、福島第一原子力発電所1号機を建設した際、首都圏への送電のため、福島幹線を建設した。その際、同発電所から約 20km、海岸から約 10km ほど内陸に入った地点に、本所の前身となる双葉開閉所を設け、 開閉所としては1972年7月に開所した。将来的には発電所内の周辺圧器との二段階消圧によって 500KV で送電することを計画したが、3号機の運転開始に伴い、当時季節されていた福島幹線2回線、福島東幹線1回線では送電容量に不足を感じる事態となった。当時、 実用回線での 500KV 送電は1973年より暴走線にて開始されていたが、福島幹線においても 500KV 送電を開始することになり、新福島海兵所に275、500KV、100万区場主要変圧機2番区を設置して、福島幹線の本所より南側を 500KV に昇圧し、新福島変電所として開始をした。なお、 双葉軍原発反対同盟など、福島第一原子力発電所反対運動は、トランス搬入阻止闘争を実施、上記の日立製100万クバ変圧機の双葉、開閉所への搬入が遅延したことで、福島幹線の昇圧予定とともに大幅に遅延したが、1974年7月11日に、最初の一機がトレーラーで搬入された。 1975年に入ると新福島変電所の設備も50万ボルト小圧に向けた据付工事が終わり各種試験、干潮検査が進められていた。主な試験内容は初加圧試験、変圧器例時試験、変電所耐圧試験、リレー、遮断機の動作テストなどであった。そして5月17日夕方、干潮検査を終了。 福島艦船により50万ボルトでの送電を開始した。東京電力管内では、房総線、新袖ヶ浦線に続く3番目、日本全国では4番目の運転開始であった。また、福島第二原子力発電所が建設された際、接続送電線は本所に結ばれた。東京電力と東北電力の間で連携がスタートしたのは1959年のことで、 この時は、合津地方本名地点における水力開発と共に建設された。本名に続き、新福島での連携は、両社が参加した東地域電力協議会の1966年度長期計画で盛り込まれたものであった。ここで、連携関係の決定事項は、下記のように取り決めされた。東京電力、東北電力両社間の自宅調整融通制度を、 打ち出し、相互に電力を融通することで、今後10年に6万キロワットの電力を節約する。東北電力に、常磐幹線を、新設、1975年度時点で大熊に、新設する、原子力発電所と連携、本名口とともに、大熊でも連携する、広域運営によって生じるメリットを、サービス向上供給信頼度の改善に充てる。ただし、 この時点では、大熊地区のどの場所において連携するか、具体的な場所が決定していたわけではない。そのため1月30日に、東北電力が発表した今後10カ年の設備投資計画にも常磐幹線の建設が加えられたのみであった。本所における会社間連携工事は1974年6月に完成している。その後1976年3月18日、 東京電力、東北電力は3月末より、両社の連携地点を、それまでの本名から新福島に変更すると発表した。この変更により見込まれるメリットは下記であるとされた。融通能力が50万キロワットから100万キロワットに増加し、電源故障停止時に、相互応援融通ができ安定供給が確保できる。自社の火力発電のうち運転費の安い設備の 出力を増加し、相手電力の火力のうち運転費が高いものの、出力を抑制し、全体として燃料費の節減が図られる。広域電源の発生電力の配分融通が円滑化する。両者の供給予備力の節減。新福島への切り替え後、本名は補修停止時の予備連携点として位置づけされることとなった。解消時の使用は次のようになっていた。 変圧器は1機あたり、容量100万キロボルトアンペア、重量は約170トンであり、当時日本最大級であった。1974年7月にはこの変圧器が6機、搬入された。東北地方太平洋沖地震に対する原子力発電所の状況についてでは、蒸気を本所と接続する原子力発電所の視点から図式化している。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震にて本所も大損害を受け本庄を介して福島第一原子力発電所に送電が不可能となり同所の全交流電源喪失ひいては炉出による水素爆発等に至る福島第一原子力発電所事故の原因となったなお国会事故調査集報告書によると 東京電力は本所の地盤脆弱性を地震前より認識しており原子力発電所の耐震設計に使用される基準地震動クラスの地震の場合7日以内に送電確保が困難と認識していたが送電網を含めてそのような地震に対応する工事の完了予定は2020年であったという本所の設備被害の原因について東京電力は分析を進め 原子力安全保安院に提出している。設備被害の原因分析によると、本所では地震時の観測記録について、最大加速度は記録できたが波形については60秒で中断しており、周辺の地震系の記録をもとに、過去の観測記録から推定した伝達関数を用い、本震時の本所基盤面地震度を推定する手法を取った。その結果、 被害の大きかった地点を中心に、最大加速度は679ギャルから1069ギャルの値を取った。275KV 空気遮断機は、耐震強化のためステーを設置していたが、ステーのベース部に変形が発生し最終的に指示返しが破損した。このほ 500KV 弾路機では、衝撃荷重 275KV 弾路機では、 危機の固有周期と地震動の卓越周期が近いなどの理由が破損の原因として挙げられている。2011年8月29日、本所にて設備復旧工事が進展し、岩き幹線を通じた東北電力との連携が再開の見込みとなった。この変更で、東京電力と東北電力間の連携線、運用容量は110万キロワットから235万、 キロワットに増大した。ありがとうございます。